こんにちは。この動画は松潤さん一人に当てた返信動画になってますけども、いつもねたくさんの方にご覧いただきましてありがとうございます。もしかしたら松潤さんへのアドバイスのはずなんですけども、松潤さん以外の方にもね何かしら参考になることが入ってるんではないかなと思いますので、このまま一般公開動画のままねやり取りをさせていただきます。ご容赦くださいませ。で今回ね松潤さんがこうね話してくださったのは、松潤さんはどんな人にピアノを教えることができるのか、覚えてほしいのかってことを明確に言われてましたね。これをね、ペルソナって言うんですよ。どういった状況の方、どういう年代の方、どういうふうな、人間関係を築いている方にピアノの弾き語りが効果があるんですよっていうふうに伝えてくださってます。ですけどね、ここはもう一歩突っ込んで、もっと絞ってください。もっと、うん、もっと絞って、どれかこの一種類の方っていうふうにした方がいいですよね。まあ、例えばね、もう 今か今かとプロポーズをするかしないかっていう風な関係になっている2年とか3年とかね交際を経て、もう結婚寸前だ、あとはプロポーズをするだけなんだっていう風な男性に向かっていかがでしょうかみたいな感じですよね。ここまですると他の方は排除されるんですけども、まさにね動画を見てる方が、あ、それ俺のことじゃんっていう方が熱い熱いメッセージとともにファンの感情を松潤さんに向けてくださいます。で、多くのセールスが下手な方っていうのは、こういう方でもああいう方でもそういう方でも誰でも大丈夫ですよってやっちゃうんですよ。そうするとですね、自分以外にもいろんな方を誘ってるんだなと思って、ある意味ね熱が冷めていくんですよ。で、私が松潤さん一人に向けてこの動画を送ってますよね。で、これ他の人に送ってるわけじゃないっていうのはもうはっきりしてるじゃないですか。だから松潤さんは見逃すことなく見てくれてると思うんですよ。でもこれは松潤さん以外の方は確かに見てくださいますけども、見てない回もあるはずなんですよ。自分のことを言われてるわけじゃないんでね。だからこれは今回は松潤さん一人にペルソナを合わせてるんですよ。お顔もわかるし、年齢もわかるし、どんな特質を持ってるのかもわかるので、私は松潤さん一人へのコンサルティング、アドバイスをしてるわけなんですよね。ですので、他の松潤さん以外の視聴者さんには、もうぴったりマッチはしてないと思うんですよ。ただ、なんとなく聞き取り力のある方はね、受信力のある方は自分に当てはめて参考にしようかなっていう、そういうね、感度の高い方っていうのは結構いらっしゃると思いますけども、本来は松潤さん一人なんですよ。だからこれが絞り込んだペルソナなんですよね。はい、ということなんでね、もうちょっとね絞った方がいいかなと思います。もうワンランク絞っていきましょう。どんな方なのかなってことです。できれば年代も20代の方なのか40代の方なのかっていうふうにまで絞った方がいいですね。あとはね、楽器の経験があるのかないのかとかね、なくても全然関係ないですよっていう方もいれば、ちょっとは声出る人の方がいいですねっていうふうになるのかだけでもだいぶ選別が変わってきますんでね、この辺をもうちょっと絞って募集してみたらいいんじゃないかなと思います。でね、その結果松潤さんから教わった人がどういう風になるのかっていう風な実績を見せることも大事ですよね。うん、それはね、今までのご経験の中でやっぱり少しはね、少しやってたら失礼ですけども、どなたかに松潤さんのスキルをお伝えしたことがあるはずなんですよ。で、伝えられた人がその後どうなったのかってことをここで引き合いに出すとすごくイメージが湧きやすいです。例えば私はね、ビジネスを教えてます。その中でも自己アフィリエイトっていう最も簡単に経験のない方でも、今日パソコンを始めた方でもお金を作る方法があるんですよね。これをですね、私は2013年の7月20日に50人の方に、お伝えしてですね、50人全員が3万、5万、7万、10万とその日のうちに私の講義の最中に売り上げを立てることができたっていう実績があります。そしてその中の一人は、借金が1000万円以上あるね23歳の若者でした。彼は私のところに弟子として、第1期生の弟子としてくっついてきて、1年目に借金を全部1000万完済して、2年目には年収が3000万で、3年目には年収が4000万になってきました。完全に独立しましたね。で、こういうふうな例を私は作ることができると。月収100万でしたらね、これ30人以上私は作ってきました。まだまだね、月収10万20万ですよって方はもっともっと多いです。で、こういうことがね、私の指導ではできるんですよ。他の方の指導ではね、分かんないですけどね。で、こういうふうに自分が導いたらこうなるよっていう前例を示すことによって、松潤さんに教わっていきたいなと。松潤さんはそこまでできる人なんだっていうふうに分かってもらうことができます。ということなんで、そこもね、付け加えていくといいんじゃないかなと思います。で、そして今ね、チャンネル登録者数の数を見ると、ちょっと増えてますね。はい。やっぱりね、YouTube を再開すると、見てくださる方がいるってことと、私とのやり取りの中で、ね、何かを感じてチャンネル登録して松潤さんの話もね
聞き逃さないようにしたいなって感じられることができたんですよね、きっとね。本当に素晴らしい第一歩、第二歩を踏み出していただいて、おめでとうございますって感じですよね。それでは次回のメッセージも楽しみにしてますんで、松潤さんのね、次なるコンテンツはどういうものができるのか、これからもワクワクして待ってます。それでは、お疲れのところありがとうございました。皆さんもね、ありがとうございます。私と松潤さんの、やり取りに入ってきてくださって、感謝しております。それでは、失礼します。